チームですもんね。そうですね。まあでもうちだけじゃなくてね、はい、実は3チームあるんですよ。いや、皆勤賞チームが3チームってすごいですよ。200チームですよ全部で。まあ今年出られたのからですね。そのうちの3ですから、はい、214分の3ですよね。もっと訳してなんぼなんで、ね、それは置いちょうてですね。お互いで計算できませんから、そうしときましょう。70分の1。そうやそうでしょ。計算しよった。今めっちゃ計算しました。今ネタ言うときに計算しよった。はい、頑張って計算しました。偉いな、そうです。70分の1ですから、そんじょそこらの大学よりもレベルね、そうすごい競争率高いですからね。でもね、はい、一応役割があってですね、3チームも、はい、上町と帯山千筋さん、はい、それから高知市役所踊り子チームさん、そうですね。で、はい、我々は子供チームじゃないですか。はい、帯山千筋さんはすごく大人のしゃれたチーム、そうですよね。チーム、はい、で市役所さんは成長した子のチーム、そうですよね。第一回からずっと同じもんね。それぞれ役割のチームがあってですね、はい、もう三種三様で皆勤賞頑張るということでやってます。なるほど。ということで、今日はもう上町さんの元気な子供たちの踊りを、総勢150名でのうち137名ぐらいは今散歩しております、はい、コスモス畑散歩しておりますので。あ、分かった、はい、半分ぐらいは迷路で迷ってるんですよね、きっとね。そう、はい、そうなんです。まあ数より質で勝負でいきますので、はい、もう可愛さいっぱいで頑張りますのでね、はい、ということで元気いっぱい踊っていただきたいと思います。それではいきます。開幕よさこい鳴子連の皆さんでございます。よろしくお願いいたします。はい、します。どうもすみませんでございます。もう本日もね、天気に恵まれて本当に暑い中、また先ほどカラオケ大会も本当に素晴らしく熱演されたね、出演者の方本当に、聞き入っておりましたが、それにも負けないぐらい、頑張って笑顔で可愛く踊りますので、どうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。じゃあ早速踊るぜ踊るぜよ、よさこい祭りのこじゃーんち可愛い大花二人の未来。
元気いっぱい踊っていただきました上町よさこい鳴子連の皆さんでしたけれども、はい、もう今年もね地区奨励賞取られましたよね。そうですね、はい、ございます。いただきました。もうね、何年連続取ってあります？忘れました。忘れた。いや、なんです。めっちゃ取ってるんですね。じゃあだとでもあんまり、ね、気にしないんです。そうです。まあご褒美でいただいてるんですけど、はい、まあ、それよりもよさこいを楽しもうっていうのが僕の、ね、スタイルなので。ああ、そうか。もう僕は入ってる大橋通りなんかもう必死ですよ。ちょうどだみたいな。でもね、いや、それも大事なこと、はい、もうあのね、ポテンシャルというかその、はい、考え方というかね、そうですね、皆さんやっぱりこう目指すものが大事だと思うんですけど、はい、もうでも20年以上取ってるんじゃないですか。だと思いますけど、けどね、はい、それ以上に子供たちはね、はい、もう元気よく楽しくね、よさこいを踊ってくれるがですよ、はい、それが一番、ね、嬉しいことですね。ほんまにね、はい、もうめちゃめちゃ元気です。ほんでやっぱりかいまちさんで可愛いですからね。ありがとうございます。最初にかいまちドッカーンこれもね、実はね、もうここで初めて話しますけど、はいはいはい、今年あの代表の郷田さんとね、はい、どういう風にするって話をしてて、はい、まあ、曲を毎年僕らが作るもんで、あ、そうですね、郷田君どうするぜって話してた時に、はい、今年は上町ドッカーンできますって。いや、ドッカーンってなんか暗いやんと。なんかびっくりしますよね。みんなびっくりするで、はい、やっぱりね、あの60年間のね大きい花火上げたいき、あ、なるほど、もうドッカーンっていくんで、いや、ドッカーンってもっと明るいよや、はい、いうのでね、かいまちドッカーンって変えたんですけど、そりゃそうですよね。最初え、かいまちドッカーンやったんですか。怖い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 、 そう、はい、それは怖すぎますよ。さあ、みんな踊るぜ、かいまちドッカーン。いや、怖い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 、おかしい、誰も乗り切れません。そうじゃですからね、踊り子さんすごい香りになってしまうそれ。まあ、可愛くね、はい、ドッカーンと可愛く見せようと思ってね、はい、いや、僕はあのちょっとでも合わせようと思って後ろでかいまちドッカーンと一緒に飛んだんですよ。膝痛めましてどうも申し訳ないです。めっちゃ痛いです今。痩せましょう、はい、痩せましょう、ね、全てがこの体重がわざわざしてますよね。痩せましょう、はい、ということで午前中も踊っていただいたんですけれども、はい、やっぱり子供さんたちまだまだ元気ですよ ね、そうです。皆さん元気でまだまだ踊れますか。え、大丈夫ですか。大丈夫かな。大丈夫ですか、ね、宿題はちゃんとしちゅうかね。してない。やばいですよ。上町らしいな。上町らしいな、はい、じゃあもう一遍踊りたいかよ。はい、よかった、よかった。あのね、はい、アドリブ聞きませんから。あ、なるほど。 あのね、こういう風に言うたらこうしなさいよってことはしますけど。あ、なるほど。それ以外はね、あまりね、できないんです。子供らしいでしょ。あ、わかりました。子供らしいんです。ちょっと一ついいですか。はい、みんな、踊り子のみんな乗ってるかい。いや、あの一瞬乗りかけて、やめてやめて。みんな、淀屋満月好きか。全く反応しないじゃないですか。いや、ここは正直ですよ。でも、でも正直ですよ。正直、へこむわ、はい、一緒になって膝まで痛めた中のようなにも飛んで膝痛めたんですから、はい、ということで、もう一回、はい、もう一回、はい、踊っていただきたいと思いますので、はい、皆さん、大きな拍手をお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、もう一度踊らせてもらいますので、またもうさらに大きい5000円よろしくお願い申し上げます。さあ、踊り子よ、踊るぜよ、踊るぜよ。もう一度こじゃんち大きな花火をあげるぜよ。こじゃんち可愛い大花火神町ドッカーン。さあさあ、もっと笑顔で元気よく。Yeah.
神町ドッカー。さあ最後の踊り頑張って笑顔でいっぱいね、踊るぜ踊るぜ。おたけにあげろ、夜空に舞う花火を。もね、バッと出されてまして、はい、そうなんです。今年はね、はい、大滝知事と一緒にね、高知県を盛り上げようということで、そうですよね、私も取り入れてみました。はい、素晴らしかったです。もう高知県ピャッて上げたのが今さん、高知県です。カナさん、あの後ろから見たら可愛かったです。上げる瞬間そうでしょ、こんな感じの。そうでしょ、実はね、ゴーダさんに言われ中がですよ。あ、そうなんですか。あんまり歌うてね、はい、から悪うなる気、歌も歌えな、可愛いふりしてって言われ中がですよ。なるほど。で、ね、僕我慢しちゃったからですよ。はい、すいません。ずっと頑張って抑えてたんですね。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。開幕よさこいナルコレの皆さんでした。守備大会が帰るで帰るで帰るで、はい、帰りましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、大きな拍手をお送りくださいませ。開幕よさこいナルコレの皆さんの本当に可愛らしくて元気な踊りでございました。はい、というわけで